はい、皆さんこんばんは、足草です。今日はですね、ニノスマンさんに触発されてまたプーマを買ってしまいました。第2弾です。リノスマンさんっていう人はですね、いろんなスニーカー持ってるんですよ。で、私いつもこう動画見てるんですけど、こうプーマちょっとかっこいいなと思いまして、でこの前に届けたんですけど、まだプーマです。まだプーマです。今回はちょっと前回ダイヤモンドサプライサンドのコラボスニーカー買わせてもらったんで、今日はちょっと違います。セードですね。これは俗に言う、私が言うハンズキ色、ハンズキ色と、白かな、白と黒の3色です。すごくって感じのいい味で出る車です。嬉しいですね。ちゃんとこうシューターの部分に汚れないようにか、傷つかないようにかわかんないですけど、ビニールかぶってます。いや、かっこいいっすね。かっこいいじゃないですか。あの黄色のプーマ、そしてゼード。いやー、かっこいいですね。すごい。プーマスエードクラシックですね。すごいなスナックでついてるタイプ。これどっかのコラボっていうわけではないと思うんですけど、3足目ですよ。気に入ってすぐポチりました。いやー、嬉しいですね。前から見ればこう結構閉まるんじゃないですか。サイファー 81.3 J-Wave。 いや、いいっすね。さあ、今日はですね、マイカー君の代わりに、ソワ君が遊びに来てくれてますけれども、今日ソワ君はどっかに行ってきたんですか？今気づいたんですけど、右足も左足も同じ匂いです。遊びに行ってきましたね。4.84 4.6 オンス、4.6 オンス、改めナッツ。場所分かりやすかった。そうですね、分かりやすいですね。246沿いなんですよ。六本木通り沿い。そうです。なるほどね。 OK です。でですね、リコも昨日行ってみたんですけれども、10月からリニューアルオープンしたファミリー、皆さんも行かれました？行った？小学校に行きました。あ、本当？イベントやってますんで、あそこで。嘘？なんていうやつ？ですね、ピンポイントっていうイベントなんですけども、いつやってるんですか？平日なんですよ。平日の水曜日、月2回ぐらいやってます。あ、本当？ソワ君も回してるんだ。もちろんです。これはいいわ。なるほど。ということで、10月からですね、本当にファミリーが綺麗になりました。昨日行ってみたら、なんかセールシリーズでもメイドインジャパンとかってあるみたいで、MIJ シリーズ使ってる場所、知れる場所になってるよね。かなり、あれはいいね。大
と女の子にとってはいい、いい感じだね。行ってみたらちょっと安っぽいスナックっぽい、ね、そうそう、でもほら暗いから分かんないけど分かんない。でこう踊りたい人は奥のフロアに行ってくれって感じで、うん、ああいうこうチルれる場所がなかったんでなかなかいいかなと思っていました。あのマキ君とですね、土曜日がマキ君で金曜日マスターキーと、どうですか皆さん、ケイセクのセリフ欲しくなったでしょ。大概こう見て実物やっぱり見てこう触って見れば欲しくなるっすね。やばいっすね。めちゃくちゃいかつい人でした。もう一回匂い、うん、やっぱり同じ匂いです。それではさよなら、さよなら、さよなら。